ちょ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 もうちょっと勘弁してちょっともうこんなんダメもうちょっと勘弁してちょっともうもうこんなんないわ何してんの対局開始解説は引き続き横山弘明七段聞き手は中村真理香でお送りします。横山七段よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この将棋は、まあ、先ほどはね振り飛車の、はい、将棋でしたけど、はい、今回は横歩取り将棋になりますね。はい、はい、この3五歩も筋がいい攻めですね。同歩ですと同歩ですと、まあ、4五桂馬と跳ね、跳ねましたね。すかさずすごい勢いであ飛んだ。飛行士行った。飛行士行ったじゃん。あるんだ。はあ。やっていいんだ。あはあ。さすがですね。狙ってましたというような手つきでしたね。なんかあの持ちなんていうんですか持ち時間が増えてきましたね少しずつで、はい、で行っていくのが普通なんですけど、はい、これでも佐藤九段ちょっとペースを握りつつあります。はい。はい手に刺していけば差が広がるというようなはい今日まあ駒得でね、うん、勝ちになるなのでこう取って、はい、でこれ2五にね銀を打っても4六にね飛車を逃げれますので、ただちょっともう後手としては攻め続けないとというはいあまあ2九もね逃げれますね。これで取った時に5七歩と打てばいいので、うん、あでもいやなんやかんやうまく手つけてきます ね、 そうですね。この7五歩はあのすごく先手から見るといやらしい手です。結構実戦的にあちこちこう手をつけられると、はい、やっぱりいやここは船江さんが力を見せましたね。いますはい、これ少しチャンスきましたね。はい。そうですよね。これでなんかただこう1四歩もね結構痛いんですよ。1四歩も痛いですね。打ちたいですね。はいこれ次1一角とかそういったこう決め技がねあるかもしれないのでそうですよねこう必殺の手というのは、はい、なのでうーんただこれ1三歩なら同玉ですか。なるほどこれで上に厚くし、入玉を狙ってあれ同香なら同飛車2六歩ですね。うーんあ攻め合ってきましたね。あいやこれは怖いいやこれはすごいことになりました。すごいことになりました。うわ大丈夫なんですか。いやもう何が何だか分かんないです。確かにうわーと思ったら急に受け出しましたね。すごい飛車は取られますけど飛車取られますけど飛車取り返して飛車取り返しでいやしかしどうなんでしょう。いやこれは差が縮まってるのかいないのか全くわからないですね。でもこれあれ桂馬取れますねおそらく。はい。三五角と。うん。あ、ん？取らないが、あ、玉寄りましたね。あれこれ取れますけど。あれ？これは。あ、これ。ああ。なるほど。いやちょっと広すぎる。おお。ちょもうちょっと勘弁してちょっともうこんなんダメもうちょっと勘弁してちょっともうもこんなんないわ何してんのやってしまったもう何してんのちょっと佐藤九段の勝ちとなりました。いやちょっとお互いなんかもう本当に恥ずかしいことこの勝利ちょっとなんかなここまで大変失礼しました。ちょっとひどいわもうひどいねひどいいやてかもうひどいとかいう次元じゃないからあ将棋ってさ一応王手には受けないとダメなんですよ。そうやと思ってた。一応お願いしますね。すいません。三枚堂七段対菅井八段の対局は三枚堂七段の勝利となりました。三枚堂七段が自陣の堅さを生かして一気に勝ち切りました。チーム天彦4連勝となっております。これでチーム勝利に王手がかかりました。それでは続いて5局目のオーダー会議始めてください。振り返っていきましょう。はい、ここで終わりましたね、まあ、追い込まれてるんで、はい、菅井さんをひたすら行くか、はい、まあ、普通に私が行くか、まあ、どっちかにしようかっていう、もう最後もういや菅井くんの頃だうちのチームって絶対損だから、まあ、元気あるんやったら絶対行った方がいいと思うんですよ。そうなんそうなん
え、そうでしょう。元気あるんでした。元気ある。もう最後スカッと負けて終わろう。スカッと負けて終わろう。スカッと本気出してください、ね。あ、そうする。うん、あ、全然全然それ以外にない感じで。もうそれで負けたら、そうしましょう。やだらし。それでいきましょう。石川さん決まり。はい。はい。頑張ります。はい、相手は西川六段ということで、お、これ遠征ですか。そうです。安部さんにとっては。はい。おうほうほうほう。そうか。ちょっと意外でした。意外ですね。うん。あ、そっか。あ、でも戦後も一緒だから。それでは西川六段の先手番でお願いします。お願いします。次4五歩と。で、次4五歩使われると結構先手の方危ないので。はい。これはですね、ちょっと4五歩は使われないようにするんじゃないかと思ったんですけど、いや、これは驚きました。あ、そうですか。これは、あ、で6四歩同歩で8四歩突くってことなんですかね。8四歩か。なるほど。これは、いや、これ振り飛車の相振り飛車の手筋ですね。二歩交換を狙ってるということです。なるほど。あ、こうやって向かい飛車に戻していくのか。いや、これはうまい手筋ですね。二歩交換できるの大きいですね。大きいですね。二六竜っていうのはかなり守備力高いので。確かに竜の守備力が強い。四、はい、五歩は渡米竜といったところでこう勢いありますね。同歩に、はい、あ、一時角成ですね、はい、ただそうですね、この香車をこうストレートにね取ることできたのも大きいんですよ。はい、これはもう本当に渡米七段の渡米攻めが炸裂するか、はい、西川六段のその丁寧な受けがでこうリードを広げられるかといった勝負になりましたね。四五歩とかでしょうか。はい、四五歩、うん、あとは、あ、いや、もうこれはすごい。いや、これが渡米攻めか。なるほど。いや、予想もしなかった。いや、本当ですね。手ですね。三、あ、すごい。さすが、すぐ大負けで評判は聞いてたけど、こんなすぐ切るとはな。なる、同竜で四五歩、まあ、同金でも同竜でも四五歩と打ってガチャガチャやっていこうということですか。これ受けるか攻めるか悩ましいですね。確かにどっちだろう。あ、攻めました。これが入るかどうかですね。いや、これもまた、あ、なるほど。いや、これ残り5秒で逃げ切れるかどうか。あ、行きましたね、行きました。え、あ、なるほど、なるほどな、これ。え、いやいや、あ、もう一瞬に、この一瞬にかけたってこと。これは6一玉ですか。そうですね、これ同玉は7四桂馬と打って攻めが続きそうです。あ、でも取りましたね。7四桂で、これ9二玉は7一角で必死なので、逃げるしかないんですけど、はい、6一玉で金取って攻め続きそうです。で、いやー、4三に歩打って大丈夫なのか。これ3、そうか、飛車打っても香車打ってばいいんですね。これは3三歩成で。そうですね、同金で3三歩成で、はい、これで、うん、これで先手が勝ちになったと思います。でもこれビシビシ刺した成果でこれ17秒残ってるのめっちゃでかいし、3九飛車打つしかないから、香車打って詰みでしょう。香車打って詰みでしょう。さすがやな、男見せるな。いや、しかしすごい勢いで刺してきますね。確かに最後の、ええ、あ、そっか、飛車か、あ、飛車ですね、失礼しました。ちょっと見間違えました。3九銀かと思って、いや、まあ、何かが王手をと思ったんですけど、いや、はい、はい、3九飛車でしたね。はい、はい、これは同玉で、ですね、4四銀と出れば詰みですね。はい、下に逃げれば金をどんどん打っていくわけですし、3四玉に3三金、銀成となれば詰みですね。あ、まあ、金打ちでも、はい、これで2五歩と打つか、まあ、2三金打ちでも、はい、はい、詰みですね。来ました、来ました、さすがでした。戸辺七段の投了、西川六段の勝ちとなりました。